京都一周トレイルの東山の後編行ってみよう。あ、ほんまや、あ、短っ短いってね、そういう人は言うね。スカイダイビングがいくらしたん。ほんでスカイダイビングは多分8万くらいだと思う。あ、1回ちょっとね、美味しいコーヒーとお茶菓子でティータイムしようと思います。大文字山でブスすぎるやろどういうことブスすぎてブスすぎて、ちょっと待ってよじゃあ今から大文字山の登ったね、元に戻りましょう。トレードに戻りましょうか。あー、なんか夢みたいな時間、夢みたいな時間。あったかかったしな。そうな、寒かちっちゃい声、寒かったけどって今太陽出てあったかい、ちょ一瞬雪降ってたけどね。あったかくなかった。いや、あ、まだまだまだあったかいです。風がないからね。いいですね、天気いいし、うん、すっごい綺麗でこの道も、あ、歩きやすいよね、すごい。意外とこれ、あ、次し、トゥ、こっちやね、トゥ、シシガタニまで行きます。トゥシガタニ、シシガタニや、獅子型に行こう。あ、下りやからね。こっち行ってピューンって。あ、なだらかな下りやね。結構長いですね。長いな。息も長かったやん。でも長かったです。これで合ってるやろな。ちょっとこの辺になると、あの目印が少ないな、さっきより。一本道やからかな。林道に着きました。ここ初めてやな、アル君。だいぶ降りてきたね。降りてきました。やばい、もやトイレ行きたくなってきた。今借りますって言うの。トイレ借りる。いや、でも、この辺にあるので、うん、いや、エモヤン調整はできてんねん。これ、野中ちゃん今度合コンしてんやん、この間。ニーですか。一番いいじゃないですか。でも、どうしたの。私、その男の人2人知ってるんですよ。1人はめっちゃ仲いい人で。あ、はいはい。で、もう1人は1回会ったことある人やで。そう、何のメリットがあるんですか。飲み会やな。なるほどね。あんま合コンじゃない感じやな、それやったらな。一緒に行った女の子の友達が、うん、もう彼氏募集中やったね。ちょうどよかった。あ、ちょうどよかったね。で、エモヤンはトイレを早く探しちゃうかんということで急いでおります。急いでます。トイレ、コーヒー飲んでトイレ行きたおうでしゃあないということ。私も行きたい。あ、俺もちょっと行きたいなってきた。釣られてきた。みんなで探します。探しましょう。無事ロードに着きましたよ。エモヤン、そんな緊急性が高い。だいぶ高まってます。マジでやばいな。ちょっと感情移入するわ。エモヤンの、俺も緊急性高まったような感じで行くわ。こんなにエモヤンがおしっこしたいって言ってこう。珍しい。珍しいで。なんかどっかお店とか。店な、なさそうやで。こんな時にトイレ貸してくれへんコンビニとかブチ切れそうやな。ここでさせてもらいますって。道それたところにトイレがあってよかった。回復してまた新たにフィールドに戻りましょう。フィールドにトレイルそういうとこ、トレイルそういうとこ、山、あ、山ですよね。街戻るからいいやん、ロングトレイルは。街戻ってトイレなかった時が一番やばい。最悪やな。山やったら最悪できんもんな。街戻ってからない方がやばいやな。街の方が危ないですね。お前な。何も書いてないもんな。あ、川沿いにか。あ、おしゃれやん。あ、でもまだできてないな。これからやん。一周トレイルかどうか、合ってるかどうかわからないですけど、カレー屋さんとかもあります。あ、まあ、ご飯は食べれるな。うどん、うどん食べる。1時半やったな。なんかどっかで食べたい。
今。あ、マジで。カップラーメンなしにするほんなん。僕カップラーメンのお湯なんてもうないんで、コーヒー使っちゃった。あ、そうなんや。ついでください、洋食定食とかありますか。あ、ほんまやな。ちょっといい値段やな、ここやっぱり観光地のあれやね、値段や。もうちょっと行ったら何かありますかね。もう帰ってまうやけこれ。もうちょい行ったら、もう何にもない。こっち行ったら、こっち行ったら何かありすぎんやろ。もしだいぶあったらパン屋とかあるやん。行き過ぎとね、行き過ぎるとおしゃれな洋食、あの洋食店とかがあるんで。あくまでトレイルのコースに戻ります。そうね、一旦戻りながら考える。まあまあまあ食べてもええけどやな、普通に値段。チキンライスとか焼き飯とかあるやん。食べる？半々にしまう。十分ありそう。まあな、昭和2年創業やって。昭和。とんかつ定食で1,200円。ちょっとあれ観光地値段やな。外国人にとっては忍び屋さん。でもなんか牛丼とかあります。あ、そうそう、こっちもあんねん。そういうのもある。あ、ここもあるや。食堂。どう？値段は変わらんよ。カツ丼950円か。カツ丼ええな。西にそばとかですか？入る？はい。11時半でちょっと入る。ご飯する？どこ定食？ええとこ定食気になるな。いいとこ定食ええやん。天ぷらそばとかしようか。俺もこれにしようか。めっちゃ美味しそうですよね。これにする。結構量ありますかね。動けへんくなりそう。ミニやで、ミニ。でもじゃあこれにします。うん、これにします。とろみがありそう。とろみがある感じやね。へえ、これもきつね丼。ひじきもめっちゃ乗ってます。あ、乗ってますね。え、これで1,200円やったら。うん。冷凍庫はね。うん。じゃあいただきます。うまいん、がっつりカツ丼。がっつり。ほら、にぎわい定食。やった。冷凍庫定食。全然ちゃうわ。冷凍庫定食。はい、しっかりとね、ご飯食べました。しっかりなんですか、これは。これ、おそろにしようかって言ってました。クジラ T シャツ、ね、マグロ T シャツ、完全にターゲット、海外向けでしょうか。外国人の方ばっかりですよ、これ興味ある人。あの京都とか。結構可愛いですよ、でも。完全外国人の方向けじゃないですか、これ。いいよね。いいですよね。のどかちゃんにもらったよ、ほんまの健康運のサルボボ。恥ずかしい。ずっともって書いてあるのが気に入って。ずっともね。ずっともってワードいいね。俺らに、俺らの若い時にはない言葉やで。めっちゃ前ですよ、ずっともなんて言ってたな。あ、そう。哲学の道歩いてます。京都一周トレイルのマークは何もないんで不安なんですけど、合ってるんでしょうか。こっちが元に戻りましたよ、はい、ほんま、だいぶ飛びましたけど。ってことはこっちか。あ、こう行って銀閣寺やの。でも合ってんのか、道はね。こっちやわ。戻った戻った。あ、よかったよかった。ありがとうございます。一時期どうなることかと思った。20くらい来た。なるほどね。あ、しばらくロードが続きます。今出没注意。まだ寒いから出てこないんでしょ、うん、今日寒いや。病院の近くをこう通ります。名前が言いづらい。バプテスト病院。こっちこっち、そう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 。2023年8月11日、トレラン女性が襲われました。マジか。68、69やって。まあちょっと時期的に大丈夫でしょう。そうですね。痛がるんですかね。まあ、多分そうやろう。すごいね、野生動物に注意。イノシシ、シカ、サル、コンプリア。クマもおるんやったら最悪や。がっつり山道続きます。結構あかんな。まだ登るよ、比叡山。この雨竜山まで行かなか、雨竜山まで行く。大幅に
間違えて下ってまいりました。これ登るのきついわ。すいません。すいません。大幅に間違えた。この上、上がる中。多分こういうことはこっちから行った人よりは。こっちで正解。ミスった。だいぶロスった。疲れた。今、ののかちゃん、ショックがでかすぎる。休憩しようか。疲れたな。京都一周トレイル。ののかちゃん今何の口よ。何ですか。先食ったばっかりやからな。アメリカ料理。アメリカ料理の口。あのアメリカ料理な。わあでもカレーとかもいいですね。カレーな。インド。おい喉痛めてるからあんま分かんない。優しい食べ物。雑炊とか。酒に合わんやんけ。鍋？鍋いいやん。いいですね。歌んちゃうかな。歌もエモやんと来たことあるんだここ。来た。うん。瓜生山山頂。瓜生山頂。俺ら京都一周トレイルを意識してへんかったからな。こっから比叡山登ってんのや。こっから行きましょう。比叡山までは行かへんけど。もう降りですか。もう降りよ。時間がないわ。今日あと行ったことあんで。よし。まあ行かんでもいいけど。覚えてないことは感動しなかった。うん、そうやな。ちょっと下行きショートカットしようか。楽な道行きましょうか。はあ、うん、あ綺麗やなめっちゃね。綺麗いいね。また雰囲気ちゃうね京都の街って、うん、やっぱ建物がそんな高くないから裏山感がすごいあってなんか落ち着くわ。あの山もすごい裏山裏山って感じやないいね。裏山集合したいな。裏山集合しとんなこれはおそらく比叡山まで行かなあかんと思うんですけど、ちょっと時間的に間に合いそうにないね。どっかしらええ感じのとこでエスケープしたいと思います。そやな、エスケープやな今日は。今日もですよ。今日もちゃうじゃあ前はだいたいあの辺でよかったなってあってんよ。あ、そうなんですか。そうやね。エスケープしたつもりで行ってたんですけど、前はある程度ゴールやで。あれはあの辺まで行けたらねえなってのがあったから、今回は山を一つ、それか比叡山まで行ってそっかバスで帰るかや。すげえな。すごいな。どないしたんよ今。こけたん。あの根っこめこいつかが、こいつか。あとこいつにも軽くまたつまずきました。こいつもか。こいつからこいつか。でもそんな恨んでるけどただの不注意やこれ。目立っとるやろ。しっかり目立っとるやろこれ。ただの不注意レベルでした。そんな恨みつらみやってるけど。もうめっちゃ見えとるやんけ。すんません。危なかった。危なかったな。上がってないのかな。疲れてんのかな。なんとか剣だけ行きたいな、ほんま。ほんま行きたいな。あ、なんかちゃんとコンディション整えてきた。そうやね。俺もちゃんとみんなと一緒に行くわ。あの時実はみんなと一緒で行ってたらほんま俺五色が払いて体ボロボロやったからな。ちょっと怖かってんな。いや、のどかちゃんコロナになって、で、フジキックスが足痛めて、で、エモヤもなんか風邪気味や言うてて、結局俺の中では良かったかもしらんな、な。しゃあねえな、みたいな感じやったけど。でもそういう、こう予定立ててるじゃないですか、長期の、ああ産業を。立てててのああ、その体調崩して急に行けへんくなったとか、なると次の振り返り、いつにするっていうのがなかなか決まらないじゃないですか。ああ、そうやな。またその次の年に持ち越しってなるんが悲しいです。悲しいな。
ちょっと次は決めようか。バッチリと決めましょう。ああ8月とか7月やな。剣はなかなか行かれへんからな。なかなか晴れへんからな。え、そうなんですか。ああ、え、晴れがいい。晴れがいいけどすぐ雨降りよんで、ね、危ない危ない、ね、せやで。え、晴れた剣行ったことありますか。いや、じゃあお剣さん行ったことないので。え、剣に行ったことないね。そうやったんですか。そうそう、アタックしようと思ったら結構ガスガスでやめとこうかとか、ガスの剣行っても思んないやん。確かに。でも天気悪いとほんま山登る嫌ですもんね。なあ、そうなんよ。みんなで行きたいな。お前でちゃんと全員コンディションコンディション整えてお休みもバッチリ合わせて、ちょっと休憩しましょう。休憩しようか。これ行くの。嘘でしょ。嘘でしょ。え、ほんま。あ、じゃあこれ空いてるかな。まさか定食とか。11時半から18時空いてるやん。山頂着きました。山頂、我らの山頂。お疲れ様です。